どうもジラティです。ロストゼッセイまた続きをやっていきたいと思います。今回はパート75、前回初めてケロノンの里に来ましたね。でそこのトーナメントっていうのが開催されるみたいで、それも参加することになるのかな。まあ強制ではないんでしょうけど、メインストーリーではないんでしょうけど、まあ参加したいと思いますので、それをやっていきたいと思います。前回の最初に来た時の映像とは違いますね。じゃあまずね、ちょっと探索、前回も全く話しかけてないので多分話せるんでしょう。まあそんなこともやっていきたいですね。あとこういう壺もね、いくつかね回収しましたけど、もうちょっと先にあるのかな。これからケロノントーナメントが始まるけど、出場したいなら広場に行ってみるといい。ああなるほどね。広場ね、前回ちょっと見たね。じゃあ今度こっちか。これはなんだ、どっから入ってくるんだ。あ、ここ、あ、ここ、あ、こっち、あっと経路、向こう岸に大きな石が見えるけど、綺麗な石だから僕、あれオーケー装備じゃないの。綺麗な石だから僕ら大事にしてるけど、ちょっと待て、ちょっと待て、だったらちょっと前にスクショ撮ってたやつをお見せしたいんで、どうしようかな。じゃあちょっと探すまで、ちょっとだいぶ前に撮ったやつだから、ちょっと探すまでカットね。はい、見つけました。だいぶ下だったな。これね、これもピボットだったり、それから前回クリアしたセドの船員の仲間探しっていうのかな、部下探しもそうだったんだけど、これもね、一つを解いてまた戻ると次の場所を寄ってくれる、っていう感じなんだよね。でこれね、沼野の赤い森にあると聞きます。王たる者、激しい戦場の跡を知るのも、知るのも意味あることって言ってるわけよ。で最初赤い森に行ったわけ、王家の装備ね。でその後ですね、ちょっとまたカットしますね。はい、見つけました。その後今度はまた戻ってみたら、まあこれ動画でやってるんだけど、まあ改めてね、まあずっと前の動画だけど、魔物の一族が住むという水辺にあると聞きます。良き王は世界の全てを知ろうとするものでありますゆえ、ということなのよね。でこれが何のことだかその時は全然分かんなくって、今思えばだからケロノンの里だったっていうことなんだよね。おそらくそうでしょう、魔物の一族が住む水辺。今からこの王家装備を解きますけど、また進化のユディンだっけのとこに戻っていこうと思います。さて、王家封印、王家の封印を解除した。お、士族の王府って持ってなかったっけ。ちょっと待って、統制取れたんだよな。あ、これか。あれ、じゃあ前にあった、あ、これか。あ、そっかそっか、アップ耐性吸収ねみたいなやつか、他のやつのこれみたいに、耐性アップ無効吸収みたいな。そっか、アップで、で今のが無効か。へえ、いいね。じゃあちょっと待ってよ、ここのケロノンの里を回りたかったんだけど、その広場行ってなんやかんや始まってしまうと困るので、じゃあ一回戻ります。ユディンのとこまで、ユディンのとこまで、じゃあ戻るしかないな。じゃあそこまでカット。はい、来ました、ウーラ城駅前広場。この先にユディンがいます。こうセーブポイントあってね、こいつね。さて今度はどこの場所だ。戦乱の中で頭角を現し、慈悲深い君主として人々に愛されたウーラ建国の王。ここまではずっと同じですね。あ、ここも一緒だな。その初代の王が王たる資格を持つと自負する者たちに与えた試練が世界各地の王家の封印です。さてこの次で、ああこれね。さて今度は、おお、なんということでしょう。え、マジでまだ行ってないとこいっぱいあるのに。いっぱいっていうか、まあ4カ所ぐらい。全ての王家の封印を解かれたようなのです。ガンガロ王が極罪の今、一体誰が取れたんだよね。そっか、ユディンも含めて本当に1人か2人除いてこのウーラの人たちは死んだと思ってるんだよ、トルタンのことをね。まあいろいろあってさ、今ちょっとそれ言わないけど、とにかくそう思ってる。だからユディンもそう思ってたわけね。だからこの発言ね、一体誰がっていう部分ね、ガンガロが不在は不在だよね。それもそうなんだけど、さてと、世界各地の王家の封印はウーラ王家の連なる方以外には反応しないはず。
トルタン様、ああ、亡き、今ね、ほらね、溶ける方がいるはずないのですが、ああ、そういうことなんだ。溶ける方が、ああ、いるはずない。いずれにせよ、王家の封印をすべて解いた者は、最後の、なあて、待てよ。戦うのか。最後の試練を受けに、ウーラ王女、天空の最上、これ右に行ったとこですね、これね、天空の最上。前、メインストーリーで、セドを助けた、あそこでしょう。赴かなくてはなりません。仙台ジーハン王の像に向かって言葉をかければ、ウーラ王家の方々が代々経てきた試練が、はぁ、あれ、じゃあ何、仙台ジーハン王の像に向かって言葉をかければ、ウーラ王家の方々が代々経てきた試練。じゃあ何、あの宝物っていうか、さっきね、いろいろ取ったものっていうのは、またいちいちしまうの、あそこに。よくわかんないけど、それともまた別の場所にしまうので、また代が変わると、トルダンみたいに探しに行くみたいな試練を毎回やってんの。せっかく手に入れたものをまたもう一回しまいに行くの。誰かが新しい王の前にも現れましょう。まあ今ガンガラ王だけど、まあトルダンだからね、本来というか、まあね、私は神官、試練がそのものの新たな王として認めるのならば、私はただその結果を受け入れるのみです。いいね。さーて、どうじゃ戦うんだ。多分トルタン一人で戦うんじゃない、多分ね。だって助けを求めるようなことじゃね、まずいでしょ。じゃあちょっと、あとね、前、ちょっと待って、ちょっと先行っちゃおうか。さてと、こう行って、確か右だったよな。右じゃない、左だったよな。エレベーターみたいの。あ、左、うん、ここね。あ、ちょっと待って。あ、まずい。いきなり始まっちゃうと困るな。先に見せたいのがあったんだよ。あ、あ、大丈夫？大丈夫？じゃあ、ちょっとちょっと一旦カットね。また探すから、スクショ。はい、探しました。これ前、ずっと前に撮ったやつね。うん、我が足跡を訪ね、我が意志を解け、父上は何を言いたかったんだろう。まあこういうことがあったわけよ。でここに行こうとしてるんだけど今ね。そうそうそう、だからなんかまた来るんだろうなとは思ってた。うん、だから集め切って来るってことだったんだね。さて行くんだけど、戦うんだろうどうせ。じゃあさ、じゃあまずこれでどんななのか見て、あとこれはじゃあまあこれでいいや。まあ GC はどうかわかんないけど、敵が一人だったり複数でも前衛だけの時あるからな。いきなり始まりはしないか。そっか、一回これ見るんだろうからな。お、封印を解除。父上、世界中に残されたあなたの足跡を、訪ねてきました。あなたはウーラにとって最良の王であり、私にとって尊敬する父でした。これジーハン王のっていうね、さっきのね、像なんだね。あ、像ってあっちか。あ、あの上の方にあるやつ。はあ、はあ、あ、で、この石碑みたいのはあくまでもずっとここにあるやつね。代々。はあ、そうかそうか。そんなあなたも若き日は、迷い悩んだことがあったのでしょうか。未熟であったためにウーラをよこしまなるものの野望、ああ、これガンガラのことだね。ウーラをよこしまなるものの野望へ導いてしまった私ですが、もしもう一度機会があるならば、私はウーラの民のため良き王タラント日夜務めることを誓いますと。へえ、今更そんな誓いが何になるとお叱りでしょうか。でも父上には私の決心を聞いていただきたかった。随分成長したじゃん。セドとセスに言われたからだな。さて、どんなことかな。お、王家の封印を解除した。あれ、なんか試練を受けんじゃないの。何時の、お、え、黄金の騎士。いかにも強そうだな。何時の誓い、確かに聞き届けた。あ、これジーハオのだから像だって。そこなんか出てきたぞ、ジーハオから。何かが、黄金の騎士が、黄金の騎士なのかな。だから、何すんの。ああ、いけないのか、像までが。これじゃあ、歴代の像が飾ってるわけじゃないんだな。うん、他に像がないな。まあ、こっち側がどうかわかんないけど。あっと、うん、セドとセスがいますね。トルタンの後見人みたいな感じになってるけどさ。結構前からね。何
なんか象からピュって出てきたね、それがこれか。なんか剣もでかいな。ゴールドセイントみたいで強そうだな。大丈夫かな。ゴールドって大体強くない？ゲームでも何でも。あなたは、随分立派な感じで、演出もちょっと長めで、まあトルタもゴールドだけどさ。オーラーグ家の血を引く者よ。汝は我が前で王たることを誓った。あ、さっき誓ったね。あ、初代ウラ王、王様はご先祖様があんたの本性を試してくれるってさ。どうする？まあやるしかないね。ちょうどいいじゃねえか。もう泣き虫グズの坊ちゃんじゃねえこと証明してやれ。わ、分かった。我が不祖よ、参りますぞ。おお、始まるか。まあ二人もちょっとだんだん認め始めてきてるのかな、トルタをね。まああれからだいぶ経ったから、まあいろいろ言われてたけど。汝の力見せてみよう。応じる？敵のステータス確認ができない。じゃあまあやるよ。ちょっと待てって戦うじゃないか。準備してなかったよ。このデータがないはずだ。はい、じゃあもうこれしかないね。よしよしっていうか、まあステータス確認が恐れるな。じゃあまあこれね。ああ、ちょっと残念。まあいいか。お、何時の答え確かに受け取った。まさかこんだけじゃないよな。ならばな、我と戦え。試練を望む者よ。おお、試練今からか。コマンド来たよ。なるほど。待てよ。まず何？ HP がない。あれ？ HP がない。あ、じゃあ、あの前にガンガルと戦った時と同じパターンだな。じゃあ戦っても意味ないの？まあとにかくサーチグラスはいいや。防御固めたいな。ナイトピアス、ナイトピアスか。これね、まあちょっとこれつけてみようか。まあちょっと、まあ防御してみようか。ガンガルと同じでいいのかな。まあそんなことないか。結構食らうな。惜しいがまだだ。まあじゃあ戦うか。 HP も確認できないんじゃ。惜しいがまだだ。はい、あー、相手の方が先か。パワードリンク飲んだ方がよかった。あんな、いきなり始まんのかい。全然、パーフェクトは。なかなかのものだ。しかし、今度は今までのようにはいかぬぞ。自らを守ることが、民を守るため必要な時もある。自らを守ることが、防御しろってことかな。その他に我が剣に防げるか否か。まあ、執念が入ってるから、HP1 で耐えられると思うから。でも次 HP1 で始まった時に ID より先に動けるかどうかだね。じゃあまあ防御してみようか。アルテマ、アルテマ FF かよ、マジで。 HP1 で耐えられるはず。なんか石碑みたいなマークだな。特別な敵だからダメかな。おっと、どうだどうだ。あ、いけたか。よく我が試練を乗り越えた。我が王家の血を継ぐ者よ。我は汝に新たな力を授けん。なんか授かったの？新たな力を我に示せだって。なんか授かったの？我は祝福を持って報えよう。だが汝が愚であり
言うなきものであれば死を。なんか授かったの？あ、なんだこれ。アルテマだって敵全体に大ダメージ、行動者は数ターン行動不能、自死ゼロに減少。すげえな。でもこれ相手より早く動けんのかな。あ、消費 MP がないな。じゃあやってみようか。まあもう1だし、なんかヒールポットとか投げといた方がいいのかな。あ、アルテマヒット王家伝承その極み。おお、いいじゃん。おいいんじゃない。なんか指示通りやるって感じなのかな。お、うん、見事である。黄金の騎士ね、初代ウーラをまだ未熟ではあるが何時の誓いしかと受け止めた。何時にこそウーラ王家の剣を所持する資格あり、その剣のごとくまっすぐに正しき道を歩むがよい。いいね、なんかもらったぞ。あ、はい、我が父よ、ありがとうございます。必ずや王家にふさわしい立派な男になります。なんかパーフェクト全然出なくて申し訳なかったんだけどさ。おお、おお、あと、ね、なんか黄金の騎士に勝利とかいう実績、エイジオブリンキング、エイジオブリング、ちょっと取っとこうか記念に。お、あ、うん、ちょっと待って、エイジオブなんだって、上がるね、166。で、なんだっけ、リング、おおお、あ、これは素晴らしいけど、あ、これはクリティカルヒットにはあんまり、あ、だけどクリティカルアップは素晴らしいな。即死負荷か、まあこれでもボスには効かないし、まあ低確率か、うん、まあじゃあザコにもあんまり、え、 GC8 倍ダメージ、あ、でもクリティカルヒットが入ってるってことは効きやすいな、多分。パーフェクトを出さなきゃダメなわけでしょ多分、あの大成功時って。でクリティカルも働かなきゃダメだよな多分ね、大成功時って。だからクリティカルアップレベル3か、初めて見たレベル3クリティカルアップ。へー、あ、初めてじゃないや、前に作った、でもそれデータ戻ってるけど。へー、 GC8 倍ね、うん。ではケロノのところまで、戻りますね。まあちょっともうちょっといろいろ見てみたいんだけど、とりあえずケロノの里に行きたいので、じゃあ戻るまでカット。さあ、戻ってきました。ね、じゃあちょっとね、いきなり王家の装備がね、あのこの奥で手に入っちゃったんで、今ね、ちょっと違うことやりましたけど、黄金の騎士ね。じゃあ本来のね、今日やりたかったことやろうか。まあ、まずね、話しかけてみようか。まあトーナメントね、そう、トーナメントね、これからケロロントーナメントが始まるけど、出場したいなら広場に行ってみるといいけど。そろそろトーナメントが始まるけど、楽しみけど。取ったね、ピケ、ケピロ。ここは僕らの秘密の里けど、人間どうやってここまで来たけど、うん、あ、こっちには行けないぞ。はぁ、まあ人間だけど、王様助けてけど。トーナメントに出るなら広場の真ん中にいる司会者のケロノに話しかけるけど。あ、じゃあ話しかけるまで勝手に始まらないかな。人間なんて怖くないけど、全然平気けど。あの各地にっていうか、いろいろ、じゃあケロノっていうのはどういう理由でここから出てったのかね。ねえ、うん、わかんないけどね、みんなここからスタートしてるのか知りませんけど。あれはケロロン語かな。さて、これは、あれ、これなんかのマークだよ。お、紫と青だった、重なってて見えなかった。人間なんてコテンパンにしてやるけど、覚悟はいいけど。あ、なんかこいつ色が違う。誰お前、ブラックケロロンだって。人間の匂いがするけど、あっち行けけど。ああ、特に何もないの。
ブラックケロン、あ、ここに2人いんのか。ケロ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 ンのお店、店、あ、そうか、店か、あのマーク。お、おー、すごいな。え、女神の飛躍って買えるんだ。マジで？あ、武器がある。お、あー、なんか復活効果とかがあればいいのにな。ケロン族に伝わる古代霊銀を用いて作られた、え、神秘の杖。うん、神秘の剣。上がるね。じゃあちょっと買っとこうかね。うん、まあ、高いな。ちょっと待って。あーはーはーはー。おーっと、初めてのがあるぞ。あ、これは誰かが持ってたような気がするけど、買えるようになったってことか。おーほーほー。おー、これね。絶望のとか、枯渇したとか。あ、はい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 。これ、盗めるな。うん。お、お、リターン。これは買おう。リターン。どっかで拾えたのかな？しまったな。どっかで拾えたか、ん？リターンってなんだ？これか。白、あ、なるほど。白魔法か。あー、そういうこと、あ、全回復。なるほど。リターンってそうなんだ。これは？じゃあこれ何？素材？あー、そっち？なんだ。うん、何もないか。はいはい。じゃあ、トーナメントか。なんかクック一人で戦うんだっけ？今クックが必要なものってなかったよね。うん、ないよな。うん、ないな。むしろ下がるな。まあ必要だったら買おうか。まあちょっとセーブ取ろうか。またここにあるっていうのがなんか怖いね。セーブ、じゃあセーブ取るからカット。はい、じゃあセーブ取りました。ちょっとさ、こっちの方まだ行ってないとこあったっけ。ちょっと見てみようか。さっき行けばよかったな。向こう岸の石を見たことあるけど、突然光って消えちゃったのかよ。おお、角が変わった。しげけど。これね。あ、こっちから行けないのか。さあ、じゃあ、ね。ふう、ちゃんとトーナメントにエントリーできたけど、出場できないかと思ってドキドキしたけど。なんだって？今回は誰が優勝するのけど、すごく楽しみけど。ケロピン。人間も王様のトーナメントに出るのけど、負けないけどよ。そっか。いきなりなんか旅のものが来てトーナメントに出場していいの？ケロ、人間も参加するのけど、いつもやられてるけど、いつも？へぇ、時々誰がやるんだ。今日は司会、ああ、いつもやられてるけどって、ああ、他の場所でってことか。どっかこの村、里から出て人間に会うことがあるんだね。さて、じゃあちょっと念のためにもう一回セーブ。はい、じゃあやっていきましょうか。あの、こっちの、うん、この人にじゃあ話しかけるってことなのかな。はい、トーナメントに参加したいのけど、それならまず予選に参加してもらうけど、うん、なんかいくつか戦うみたいだよな。予選はバトルロイヤルでの生き残り戦だけど。バトルロイヤル、頼れるのは己の拳のみ。魔法や変な技は使えないけど、それをクックでやれってのかよ。参加する人間はクックひらがなだな。ケロね。バトルロイヤルでは他の全員が敵ケロ。うん、まあまあそりゃそうだろうな。油断するなケロ。まあいつもの戦い方だね、我々からしたら。頑張れケロ、準備はいいケロ。あ、そっか、しまった、組んどけばよかったな。あ、お、説明はいいか。今のこと？何の説明聞きたいケロ。おお、いいじゃん、いいじゃん、聞こう。トーナメント。ケロロン展開地トーナメントは最強のケロロンを決める大会ケロ。最強のケロロンか。じゃあ人間って出ていいの？参加者は自分一人の一人ね。力と技で優勝を目指すケロ。優勝したらなんと王様とも勝負できるケロ。うん、まあそれは聞いたよ。聞いたんだけどさ、優勝者は欲しいものをかけて王様。だ、これわかんないんだよ。欲しい ものをかけてって。ね、あ、でもクックがもう白魔法が欲しいみたいなことになってんのか。一応ね、話でさっきの。王様とバトルケロ。でも、王様とバトルケロ。でも、優勝するためにはまず予選出てもらうケロ。うんうんうん。予選ね。これさっきの話か。バトルロイヤルでの、はいはい。他の参加者と戦って勝ち残ったら決勝戦。あ、そっかそっか。決勝って決勝トーナメントなのかな。バトルロイヤルって言うんだからトーナメントじゃないんじゃないの。決勝戦に進めるケロ。参加する人間はクックケロね。トーナメントっていうの？こういうの。開始まで時間あるけど、しっかり準備するといいけど。じゃあ王様聞こうか。ケロの王様とっても偉いけど、白魔法の使い手ですごい白魔法を放つんだけど。まあ言ってたね。トーナメントの優勝者は、トーナメントっていうのはちょっと、優勝者は
みんな王様に挑むけど、でも未だに誰も王様には勝てないけど、言ってたね。王様に勝てたらすごい名誉けど、だから王様に挑戦する優勝者は後が立たないけど。なるほど、はいはいはい、まあそういうこの流れなのね。何の説明を聞きたいけど、あ、ちょっと待て、あ、いいよいいよ、僕に言うけど、あ、いいんだいいんだ、ちょっと待てよ。じゃあクックだって言ってたな。うん、じゃあさ、ここしばらく最近撮った、あ、これね、あ、まあこれもいいな、これさっき撮ったこれにしようか。これも前回紹介したやつね、これとこれとこれね、これさっきね、これか、これはまあ土属性はいいでしょうね、ケロノンだろうか、ケロノンだからね。でもこれだったら、うん、これの方がいいわけなんで、まあこれにしてみようか。うん、クリティカルアップが重要だね。まぁ、あ、ちょっと GC はちょっと今どうかわかんないけど、これ、あ、これね、これどうしよっか。まあとりあえず最初これつけておこうか。そうだね。うん、じゃあちょっともう一回申し訳ないけど、セーブね。ではカット。さあ、何度もセーブすいませんが、さてぞ。ふう、ちゃんとトーナメントにエントリーでき、ああ、しまった。ドキドキ。こっち話しかけちゃった。トーナメントに参加したいのけど、それならまず、うん、はい、はい、クックね、はい、準備はいいけど、まあわかんないけど、うん、まあね、やってみるよ。みんな集まるけど、いよいよケロロン天下一トーナメントが開催けろ。だって先生、我々ケロロン一同はケロロン戦士にのっとり、正々堂々とケロロン天下一を目指すことを誓うけろ。司会者のケロップケロロン天下一トーナメント予選開始ケロ。まだ予選なの、あ、もういきなり、なんか相手の紹介とかないの。わあ、なんかゴールドがいるぞ。バトルロイヤルか。おお、みんなやってるね。誰、何人と、あ、アマケロ、ケロバか。なんか随分弱いけど、あ、そっか、戦うしかできないからか。あ、でもアイテムは使えんだな。これはちょっとさすがにやめとこう。あ、 あのね、前回撮ったこれね、これをつけてあります。うん、あの前回紹介したね、海底で拾ったやつ、あのトレハンメモのやつね。うん、じゃあやるよ。特にね、遅いか。あっと、プーラとかかけなきゃダメか。よし、おお、おお、こんなパワーあんの？飛び入りさんか。やべ、一回プーラーかけなきゃダメか。あ、そうか、かけられないんだよ。そうか、そうか、かけられないんだ。あ、じゃあこれ、あ、これやる必要ないな、今のパワーなら。そうね。ケロ沼。ケロアカ。あっと、クリティカルだよ。よし、よし、こっちもクリティカルだ。やっぱクリティカル、クリティカルアップ3が入ってるから。ケロ沼、ケロ土か。また遅いのか。一回回復が必要だな。おお、よし、よし、よし。これだったらあれに変えても、まあまあ、クリティカルが入る方がいいか。耐えられるかな。何人と戦うんだよ、おい。バトルロイヤルとか言うの。よし、よし、黒、お、飛び入り参加ないぞ。あ、なんかもう周りの人いない。よし、へえ、言葉変わってるよ。へえ、SP5。ゴールド、うん、ケロオイル5。そっか、SP の、あれを組んでれば、ねえ、だったのかな ?10 ポイント。まあ、いらないけどね。あ、そっか、いらないんで、SP 別に、クックは。うん、そっかそっか。はいはい、なるほど。ちょっと回復しといた方がよかったかな。まさか連続で始まる。じゃないだろうな。予選の勝者、クック、おめでとうけど。オールパーフェクトだよ。やったら予選突破したよ。
よかったわ、怪我はない。全然大丈夫だってば。結構瀕死だけどな。サラは心配しすぎだよ。あんた一人だったから心配なのはしょうがないでしょう。それよりクック、まだ決勝戦もあるんだから、予選で勝ったからって油断するんじゃないよ。トーナメントの意味が分かんないんだけど。おいおい、お前こそ人んちの孫をけしかけんなよなあ、カイム。セスだからな。ちょっとどういう意味？仕方ないって意味だと思うよ、ママ。ああ、セドか。勝負事になるとママはうるさいからな。あ、お？お、一旦ここでいいのかな？あ、しまった、しまった。あ、ちょっと一回セーブさせて。予選突破おめでとうケロ。でも本番はここからケロよ。決勝戦は4連続勝ち抜きバトルだケロ。予選を勝ち抜いてきた強敵と戦うのケロ。まあ強いんだろうな。参加する人間はクックケロね。4連続はうまく力を配分しないと勝てないケロ。まあだろうな、4連続だから。頑張れケロ。準備はいいケロ。山田だ。準備ができたら僕に言うケロ。一回セーブだよ。ちょっと待って、あれはどうなってる？あ、やっぱダメか。あ、ヤンセン使え、やれる？使える？本当に？よし。さて、じゃあ一回セーブ、するのでカット。はい、セーブしました。じゃあやってみようか。予選突破おめでとうけど。でも本番はここからける。あ、同じか。うまく配分か。一回戦は、クックダイケロ、ケロロンケロ。おお、こんなやついるんだ。いきなりこんなのと戦うの？あ、いきなり？お、ギャラリーが。さて、あ、使えんの？じゃあ一回あれするか、プーラー。ねえ、何やってたっけ？あ、これか。はあ、それで？トレジャーはいらないだろうな。オークアイ。ああ、はあ、はあ。特製ケロロンね。ケロロンと水か。はあ、はあ、それと、念のためね。あ、ケロナミンデッド。これは買えるからいいや。安いから。なんだっけ、水とケロの、じゃあ何かあったな。確かインシエのままから拾ったやつ、あのもらったやつ、はい、見つけました。これですね、エンジェルリング。はいはい。ただクリティカルが入んないな。あ、でも魔法使うのか。あ、ちょっとごめんなさい。もう忘れちゃった。いくつだって HP。 あ、 460。 あ、本当に？いや、でもな、バカンできないな。460か。だったらさっきのクリティカルで200ぐらい入ったっけ。じゃあ100ぐらい入んのか。まあこれずっとどのぐらい入る。ちょっと待って、まず先にプーラーかけよう。うん、社員が聞くのかも確認したいけど時間かかるからな。かといってこれやってる暇ないから、まず、うん、はい、スタンピング。嘘だろおい。よしよし、これで いくつか防げたな。じゃあ思い切って勝負に出てみようかな。カウンターか。あいつ物理攻撃なのか。あ、じゃあ物理攻撃か。うん、じゃあこれでいいや。オーガバングルとこれで一回やってみる。クリティカルが入んないよな。でも魔法か。うん、まあちょっとやってみようか。よし、オッケー、一発。どうだ、参ったか。ほうほうほう、いいね。なんかいろいろ技持ってたのかもしれないけど。あ、しまった。あ、待って、回復できないかな。勝者はクック、おめでとうクロケロ。2回戦はクック対ケロのおじさん、ケロのおじさんケロ。お、喋ったぞ。ケロ、人間目。ケロロンおじさん？これはケロロンじゃないよね。ケロ、人間目。神聖なるケロロンの戦場。ケロロントーナメントに出場するとは許さんケロ。これ決勝トーナメントって感じか。
え、何言ってるの、おじさんだって人間じゃない。確かに、まあ、わしが人間だとけどなんかもう浸水しきっちゃってるのかな、この人。侮辱するだ許さんけど、わあ変な人だよ、もうとにかくパパッとやっつけよっと。戦闘が終わる前に回復しなきゃいけない感じだな。ねえ、だったらアイテムを先に使うしかないんだが、プーラもかけたいし、これもかけときたいな。耐えられるかな。じゃあダメなの見込んで、ああ700、一回じゃ倒せそうにないな。あ、なしか。へえ、なしだったらなしで考えなくていいから、まあそれならそれで。あ、ケロナミ。へえ、じゃあ終わった時もらえんな、ドロップなら。じゃあナイトピアスにしておいて、仕方ない、これで様子見よう。物理攻撃だろうな、どうかな。あ、物理か。あ、そっか、 GC も減ってくのか。じゃあ次プールかけるしかないのか。それだったら攻撃してた方がいいか。じゃあオーガバングル、パワードリンクやっとけよかったな。じゃあこれをこっちにしてみようか。クリティカルだし先には動けないよな、やっぱり。あー、こういう時に限ってグッドかよ。あー、結構辛い、結構辛いってことが分かった。もう一回は耐えられる。先に動いとけばよかった。絶対防御をつけておくよりも回復のが先か。よし、とりあえずパーフェクト。パワードリンク飲めばよかったな。あ、また嘘。とりあえずクリティカルで働いたけどグッドだから、700ぐらいだったっけ。よしよし、え、それでも 200？ なんだって。オーガバングルつけてるよな。あれ、さっきグッドでクリティカルで何で同じなんだよ。もう次終わっちゃうな。回復しとく間にまたやられちゃうもんな。でもグエーケロ、大ピンチケロ、嫁助けてくれ。ああ、瀕死になると掴んだな、この技を。はあ、多分そうだろう。嫁、あ、ちょっと待って、いきなりかよ。嫁っていうのは私が一番。あ、これで倒せないと嫁とかいうのも来んの、なんかよくわかんないけど。それともなんか自分を強化する技だったのかな、なんかよくわかんなかったけど、とりあえず勝てた。ケロナミ Z ね、やっぱり4連続だよな。勝者はクック、おめでとうケロ。3回戦はクック対ケロロン。なんだってレベル99 嘘でしょ。ここまで勝ち進むとはなかなかやるケロ。嘘だろ、しかしこの私に勝てぬケロ。それは本当にそうだったら勝てねえよ。なぜなら私はレベル99のケロロンだからケロ。いざ尋常に勝負ケロ。マジか。まずプーラの方がいいか。おなじみだね。またやんなきゃいけねえのか。はあはあはあ。で、一応ね、見とかないとね。ああ、ケロの水ね。お？ああ、でも2つだからもらえんな。うんうん、最後に。そしたら最初やられる可能性があるから、ちょっとこれやってみようかな、いろいろね。シャイに効かないだろうな。どうだろう、最初は食らうか。ああ、通常攻撃。
大体200ぐらいなのか。これで少し延命できたな。さて、あ、自称レベル99だってよく見てなかった。自称か。あ、また食らっちゃう。あ、でもあ、そうか、クーラーかかってるから。よし、ちょっと待って、パードニックの方が良かったかな。よしよしよし、よし、うん、そろそろ瀕死になってるだろう。なんか使ってきそうだね。あと2回はやんなきゃダメか。うん、そろそろ切れるかな、プーラー。最初からこれつけ、なんでつけなかったんだよ、忘れてたよ。あーあ、平気だったか。よし、あー、こういう時に限ってグッド。マジ？でもあと1回、ちょっと怖いから。あ、じゃあちょっと怖いから回復しといた方がいいかな、次の戦いのために。そうしとこうか。耐えられるかな。そろそろプーラー切れそうだが、うん、これでまた少しは減る、それは分かってる。ああ、やっぱりダメか。あと社員だ。嘘だろ、こいつ社員使うの。社員の負荷効果がついてんだ。まずい、嘘だろ、これじゃダメだ、通常攻撃。目薬だ。予定が狂ったくそ、一気にやっちゃえばよかったか。嘘だろ、おい、社員の負荷効果があるんかよ。今これつけてる、これだもんな。あー、ダメか、またか。もう DC ゼロです。叶うわけないでしょ。うん、これ特別な言葉なんだね、アケルノンソウルね。いつもこんなこと言わないもんね。勝者はクック、おめでとうケロ。4回戦はクック対この人？マック？何してんの、こんなとこで。僕も予選出てみたら勝っちゃって。そうなの？せっかくだから優勝目指そうかなって。いろんな予選会場があったんだ。何言ってるのよ、優勝するのは私。そんなの勝負しないとわからないじゃない。マック、私に逆らう気？そういうつもりなら私にも考えがあるわ。マック、勝負よ。僕だって負けないよ。もう一回最初からやることになるんだろう、負けたら。マックか。マック、なんか状態異常聞いたりしないんだろうな。え、また HP がないバージョン。嘘でしょ。ちなみにこれは、ああ、これはないか。ああ、わかんないけど、じゃあ、まあこれの方が良かったでしょうね、さっきのね、これね、これね、うん、これの方が良かったでしょうね。白魔法をかけてる暇があるかな。呪術使ってくんのかね。大丈夫かな、死にそうだな。回復しとけよかったかな。あ、お、先に動けるか。さすがマック、遅いんだな。僕が相手だマジで一人しかいないのに。よかった、マックは遅いんだ、敵としても。それが唯一の救いだったな。じゃあ王がバングルで平気かね。炎症妨害はいいかもね、なんか使ってくるかもしれないから。社員効かないかな、うん、試して勇気がないよ。僕が相手だ。なんか怖いね、これしかやってこないのか。逆に怖い。今のうち回復しとこう。あ、もしかして回復要因なのかも。何？痛い痛い。お姉ちゃんに何すんの、この恩知らず。
今の2ヒットの場合はプーラ早く溶けちゃうのかな。そういえば考えたことなかったけど、後で覚えときなさいよ。そんな、なんか恐れ状態になった。そっか、じゃああのマークついてんだな。ああ、じゃあ確率で、うん、あのマークが動けなくなるわけですね。あっと、こういう時に限ってパワードリンク飲んだけよかったかな。マインダー、まずい、まずい。何か来る、何か来るぞ。よし、今もう来るよね。あれ、まだ、よし、もうそろそろじゃないの。待て、何か来るな。プーラがかかってるから最悪平気だと思うんだけど、まだプーラ解けないやつだから魔法来るよな。でも相手の方が早いだろうな。相手の方が早いかな、やっぱり。来ちゃうか、シャドラだって遅かった。まず、はいはい、平気だったか、やっぱり。そうか、これ、うん、まあいいや、じゃあもう行こう。また来るんだ、また来るんだ。術を使うなんて卑怯よ。お姉ちゃんはあんたを、そうか、使っちゃいけなかったのかね。お姉ちゃんはあんたをそんな卑怯者に育てた覚えはないよ。でもクックも魔法、あ、まあね、プーラね、私女の子だからいいの。あれ、まだなんか封印状態。あ、そう、いや、やっぱり回復要因なんだな。また回復できないってことか。だから、魔法発動できないね。まだ恐れと封印がかかってんのか。あ、残念、勝った。アイテムの ないね。うん、あ、そっか、あのケロ、あ、ケロナミン Z があるっていうことは、さっきからケロロンにされる可能性があったわけかな。ああ、そういうことかもしんないな。はあ、はあ、勝者はクックおめでとうけど、クック本気を出すなんてずるいよ。うるさい、これからあんたは私の子分ね、決めたから。今までもそうだけどな、なんとなくね。そんなの今までと何が違うの。そうだよ、本当だよ、マック。うー、はい。ケロの天下一トーナメント優勝決定ケロ、優勝はクックケロ。ではいよいよ王様の、あ、これはさすがに一回セーブできないかな。全員敬礼。なんだって、でかっ、バカ者、キングケロンを閣下と呼べ。そこの管理者は13、独裁政権だな。銃殺？ケロ王様、許してケロ。ちょっとひどくない？ちょっと何なのこいつ。ケロンのくせになんつうでかさだ。これやばいんじゃねえの、ねえか。目は優しい感じだな。そこの小娘、人間の分際でトーナメントに出場するとは生意気千万。よって、こう、我が輩、よって我が輩が勝ったら、その娘は我が輩の、我が輩の嫁にする。いや、子供だぞ、おい、まだ。良いな。嫁？なんでよ。ケロのなんかと結婚したくないよ。そうよ、クックはまだ結婚なんて早すぎます。しかもずっと年上のケロロンと。いやいや、それは別に許しません。む、我が輩に逆らうとは死刑である。そんなことばっかなんだなこいつ。まあしかし小娘だけではちょっと華やかさに欠けるな。なんか喋ってるぞ。よし、そこの女も一緒の嫁にする。メガネオプションつけては我が輩も揺らさざるを得ない。こいつメガネ女子が好きなのか。こいつなんか性癖がおかしいぞ。サラもじゃあ強制参加か。何言ってんの、あのブヨブヨ。あれじゃただのスケベジジイだよ。本当だよ、スケベとか変態では
試合を始める。逃げたら銃殺である。マジで王様可愛くない。分かった、勝負しよう。私が勝ったら白魔法だよ。ああ、はいはい、うん、小娘が生意気な。いいとも、貴様が勝ったら最強白魔法を与えよう。最強ね、そんな大したことないのかな、わかんないけど。では地獄で会おう。まずいな、セーブできるか。よし、お、ここに、あ、ここのなんか、あの、あれ、こいつの玉座だったんだ。維新どこ。はい、セーブ終わりました。もし、こいつがまともな、例えばね、聖獣とかさ、ペルソナとか、そういう類のものなんだったら、今軽く戦って、また次回にします。いつもみたいに。適当戦いたくないので。じゃあ、ねえ、ちょっと、あ、この人話しかけるのかな？あ、あ、ケロおじさんじゃん？ないの？う、嫁に逃げられてしまったケロ。ピンチの時に嫁を呼び出したりしたせいかケロ。そういえば、嫁呼び出す、うんだ、それどうなったのかな？いたの？なんか、いや、あんまよく見てなくて終わっちゃったんだけどさ。いよいよ王座、キングケロロン閣下と対戦ケロ。無理だろうけど頑張れケロ。そっか、あっちに話しかけんだな。王様との対戦は特別に特別に仲間と一緒に戦っていいケロ。だって王様ものすごく強いから油断しちゃダメケロ。準備はいいケロ。あ、やっぱこの人話しかけんのか。まだダメ。うん、どうなる話しかけたら。我が家は無敵、神聖な勝負、逃げるでないぞ人間。じゃあちょっといろいろこう組むのに組みますんでね、ちょっとカットね。はい、セーブさせていただきました。装備とかスキル入れ替えたりいろいろしてたんですが、また今度説明しますね。とりあえず行きましょう。すごく強いか、ものすごく強いか、大丈夫かな。まあ一応適当に組んだんだけど、一応ね、あ、やっぱりこういうことか。はは、さっきこの文字が出なかったから、うん、やっぱりそうか。サラがいなくてもいいのか。そうか、サラいなくてもいい。うん、あのね、最初またね、あれを確認したいんですよ。状態異常が効くかどうかをね、いつもやってるんだけど、なので2人どうしても必要だったんで、本当はヤンセン入れてもよかったんだけど、うん、ちょっとこのメンバーにした。それはさっきセスもいたからっていうのと、あとこれもちょっと会話に入ってたからっていうのと、あとクックいなきゃしょうがないと思ったから、まあ当然ダメなんだね、いないとね。それからクックも一応ね、いた方が物語的にと思ったんで、セドでもよかったんだけど、まあトルダン、カイムでももちろんね。であとこれはミンじゃなくて、まあカイムとかヤンセンも考えたんだけど、ちょっとね、いろいろ確認したいことがあるから、最初ね、わからないからさ、うん、そういうメンバーにしました。キングケロロン閣下の登場ケロ、一度敬礼ケロ。おう、みんな敬礼だね。ケロ軍曹みたいなんだよな。おう、音楽、初めての音楽じゃないかこれ。じゃない、あればこそですわ。あのね、ケロンガソードっていうのを買いました、さっきの。嘘だろ、こいつ回復するやつらじゃん。ちょっと後ろのケロニーナは何？王様卑怯だよ。仕方ない、あんな奴らいると思わなかった。お、ケロンがクラウンだって。あ、アクセサリーだ。あ、これ気にしなくていいですね。 100% ドロップですね。じゃあ盗まなくていいや。あ、初めての音楽じゃないや、聞いたことあるな。あ、そっか、いないのか、あのケロなんとかってやつら、白いやつ。とにかく今やりたいことは、これ組んどいた。まあこれもやっておきたいんだけど、うん、まあとにかくこれをやる。それからこれは、まず状態異常が効くかどうか確認、なんか喋ってんの？確認したいんで。あ、そっか、これもあんのか、前回取ったやつ。まずね、これをやっていく。そうだな、じゃあポイズンからやっていこうか。ポイズンと、それからじゃあシールね。でダメだったらこっちをパラライズ、スリープ、ストーンやっていこう。多分これ効かないと思う、スリープとストーンは。おそらくね、うん、まあどれも効かないと思うけどな、あのボスだから。まあでも一応やっとくんですよ、たまに効くやついるから。それからこれはうん、さらね。でこれは
これをやる。ケロロンか水どっちに反応するかな。まあとにかくやるよ。おっと、一番最初プーラス。なんだあの格好かわいい。マジかよプーラスか最初。プーラスってああいうストーンとかなんていうの、スリープとかそういうのも跳ね返す、あのダメなんだっけ。ミスか。まあだろうな。まあ一応聞くことは聞くんだ。あのダメージ、あれ聞いたぞシール。あ、土属性か。ああ、聞いたな。嘘だろ聞くと思わなかったよ。ほらこういうことがあるからやっときたいんだよ。そっか、セース使えないのか。こいつはとにかく魔法だから先にやろうと思ったの、こっちより。まあこれもいいよ。ちなみにこれ効かないよな。パラナイズ効くかどうかやってみようか。じゃあ早速、あ、ジャミングか。ジャミングやっとこう。これはもう必要ないじゃないけど、これどう、特殊技持ってるかな。あ、いやいや、あのファスナーやっとこう。せずに何やってくる。封印、あ、なんだってあ、お前らがやるんかい。マジか。あ、でも成人の時の悪魔院と違ってもう一回かけられるんですよ。ファイト。まあ最初だからわけわかんないよ。復活しまだしないか、せずはね。よし、じゃあ、どっちかっていうとサラの方が早いな。じゃあそしたら先に復活する前にかけとこう。これと、あ、ちょっと待って、どうせアイテムの方が早いんだ。じゃあなるほど、かけるのはあのマックでいいかな。これちょっとやってみようか。マックでいいかな。あ、シールね。もう一回シール使ってくれるとありがたいな。あ、シールとか、かかるとね、ありがたいんだけど。なんかちょっとわけがなくなっちゃったけど、敵かな。かけられる、かけられる。魔法発動できない。ああ、すぐやつが邪魔だったのか。危な、危ないな。でも常に夏より早く動かなきゃダメだ。そっか、それの時のために一回これをやっとこう。魔封じを、やつより早く今動けたからよかったけど、栄翔封じがまだ効いてたわけでしょ。じゃあいつもの技でいくか。じゃあ早速攻撃しなきゃ、いつまでやっても勝てないから1万ね。グランダだな、土属性だから。じゃあこれも攻撃するためにちょっと外すか。あ、栄翔補助まだどうかな。栄翔補助誰かにはかけ続けた方がいいかな。念のためにかけとこう。もう切れてるんじゃないかな。切れてなかったらミスってなるけどね。さてと、あ、じゃあ自分にパスだかけよう。後々のこと考えて。一応パワーヒット使いたいから、あ、先に動いてるぞ。あ、封印回復ね。よし、じゃあこれでずっと防げるんだ。いいね。スリープとかはそういうわけにいかないからな。かからない時もあるけど、はい、念のためにこれやっとけば、先に誰かが動いたとしても次、あ、やっぱりかかるな。よし、危ない。あ、そっか、そうか、なるほど。あの、ちょっと動画だからパワーヒットにしますよ。もっと本当はダメージ出せるけどね、いつも言ってるように。じゃあもうこれ補助だな。そっか、やつプーラスだっけ。そっか、じゃあデスペル、そっか、デスペルやなきゃダメだ。そっか、デスペルで解除すればいいんだ。そっか、だってセスの攻撃も効かないんだから。そっか、じゃあ今セスの方が絶対早く動くから、ダメだ、セスの方が早く動くんだ。うん、だったらこれかけとこう。うん、どうせ無駄になるセスは。そしてそしたらパワードリンクを、そっか、マックと、あ、マックとっていうかマックに やった方がいいや。これ何しようとしたんだっけ。あ、デスペルと、でこれ今攻撃しても意味ないから、スローンやっとこうか。まあフィアよりはいいだろう。特殊技を持ってるかどうかだけど、
よし、一応準備は整った。だいぶかかっちゃったけど、まあしょうがないよな、わかんない。まずい、奴の方が早い。やつの方が早い。あ、通常攻撃あんの組んでないんだよ。魔法かなと思ったから。通常攻撃あるんかい。通常攻撃あるんか。ちょっと待って、参ったな。ないと思ってたよ、勝手に。まあしょうがない。まあしょうがないな。じゃあこれで、あ、連続アイテム、そっか、もったいないな。じゃあマナハープ、シール、まずい、かけないと。通常攻撃も持ってたのか。ちょっと待って、パワーヒット、何だ、セスどうしちゃったの。はい、なんか動けないんだけど。はい、おお、まずい、通常攻撃持ってたのかよ。隊列変更するか。あー、でも死んじゃうな、マック。魔法を効くのか。ブランダー、ブランダー、もう一回やっとこなきゃダメだな。執念入ってるとはいえ、ヒールタンク投げて、でこいつに隊列変更させようか。じゃあこれ、そうか、セス動けないんだ、そういう負荷効果がついてるんだ。よし、これで防御しよう。でウォールと、あ、ウォールだ、お、封印回復。何も起きなかった。お、JC 回復した。あ、もうズラできないよ、王様。まずいな。じゃあパワーヒットと、グランダと、グランダと、もう封印は使ってこないのか。あ、封印したされっぱなしってことだな。なんか他にやってくるかな。あ、プーラか、プーラか。じゃあセスだけでもやっとくか。何、うん、通常攻撃来るかな。あ、防御の方が良かったかな。おお、いったね。やっぱりこういうことか。ああ、あれ動くじゃん。っていうかマックにやればいいんだよな。うん、そういえばそうだな。あとどのぐらい？あ、もう倒せんな。よし、じゃあここで、ごめんなさい、終わらせていただきます。申し訳ない。ちゃんと戦いたいんで、勝ってるんですけどね。多分もう次でね、なんか特別なことやってこない限りは。では、申し訳ない。ここで終わらせていただいて、次回このキングケロの戦から。やっていきたいと思います。でもいつも言ってるように、適当になんか戦闘が始まってね、で適当になんかやって勝っちゃった、でまた敵が現れて適当やったら勝っちゃった、ああ、大してスキルや魔法やなんか駆使することもなく、まあとりあえず勝てましたよ、じゃあ寂しいじゃないですかっていうことなんですよ。うん、それはやっぱりとても寂しいしもったいないので、せっかくいろんなねスキルやら何アクセサリーやらいろいろあるのにさ、自分なりに考えた戦い方をやりたいと思っているので、ここで終わらせていただきます。では、今回もご視聴いただきありがとうございました。もう頭抱えてるよ、うん、瀕死だからね。では次の動画まで。ジラティでした、ごめんなさい。じゃあね。